はいどん、カラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は堅守の鳥栖3失点完敗ということで、今回ジュビロと、サガン鳥栖のゲームマッチレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあなかなか厳しいゲームでございましたね。まあこの試合に関してはネガティブな要素がほとんどっちゅう話でございますが、まあこの試合も鳥栖の本当悪いところですね、悪癖、悪い癖、悪癖が、出てしまったっちゅう感じでございます。まあこれに関しては試合中にもツイートしたんですけど、この、ね、失点のやり方というか試合展開というのはなかなか改善、されないというのがあるんで、まあ、その辺のお話も含めてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね、サブチャンネルの方でもトスの話とかジェリブの話しておりますよかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということでまずこちら両チームスターティングメンバーご覧の形ですね。まあこの形一応してますけどもね、トスの方は結構前線は流動的に入れ替わって感じがしているんで、まあ、この形だけじゃないっていう話でございます。まあ、試合展開とか流れによっては全体的にもポジションを変化させながらうまいことになっていたんですけど、しかし、まあ、なかなかっていう話でございまして、さあこの試合結果こちらでございますね。3対1、ジュビロ磐田が勝利という結果になりました。まあ、ゴンザレスの2得点は本当なかなか迫力のあるものでございましたけれどもね、で、まあ、2得点そして鹿沼選手ですね、まあそこにやっぱり、ボランチの選手が飛び込んでくる。まあ、鹿沼選手に関しては別のなんか動画でも話したんですけれどもね、最近評価が上がってるという話でございますんで、ちょっと今後、注目の選手かなというのを改めてこの試合、見てて感じましたね。で、鳥栖に関しては宮代は後半1点は決めています。まあ、前半終了間際にも1点決めたかなと思ったんですけれども、ちょっとあれ多分ハンドですかね、でダメだったという話でございまして、まあ、結果3対1で敗れるというゲームでございまして、さあこの試合ちょっと、見ていこうという話でございまして、まあ、前半ですね、まあ本当まさかの3失点ですね。まあ最初の先制点、まあ、先制点の場面に関してはですけどもね、パクリグ選手が飛び出してきてそこをまあ1回切り返すんですけど、その後カットされてしまって、あそこはリカード・グラッサーですね、10秒岩田のセンターバックグラッサー選手が、ね、すぐに縦パスつけたのは良かったですね。まあ、やっぱこれパクリグ選手のまあポジショニング見てすぐにこれダイレクトでパスを出したと思うんですけど、そこからまあ最後の追いかけっこみたいな形になったんですけど、まあ、そこから失点。まあやっぱりこういうサッカーパクウィルグ選手をうまいこと使ってやっていこうというサッカーであればですけどもね、ああいう失点はまあある程度しょうがないというか、まあ、許容すべき、まあ、許容はできないんだけど、まあ覚悟はしておかないサッカーではあるんで、まあ、しょうがないかなというのは先制点の場面でございますね。で、まあ、その後事故はこれは事故としてもいいんですけど、ここからまあ立て続けにまあ前半のうちに2失点してしまって、最終的にも3失点ですね、3失点、3得点取られてしまってというので、これ悪癖ですね、悪い癖と書いて悪癖なんですけど、ね、これ本当早急に解決すべきですね。まあ、本当前半点を取られてしまうとそこからずーずーいってしまう可能性が高いで、この展開ってね、思い返すとヴィッセル神戸戦もそうなんですね。ヴィッセル神戸戦とか鹿島アントラーズ戦もそうなんですけど、なんかこうね、一旦失点をしてしまうとそこからずーずーいってしまう展開が多いで、本当今年の鳥栖ってね、守備がバッチリはまればですけどもね、本当堅守という守備は硬いんですけど、なんかこう本当ねアウェーでの戦いなどバタバタしてしまう、こうなかなかこう自分たちのペースを取り戻すことができなくなる。こう試合中特にまあ今回でいうとまあ前半2失点した段階でうまいこと修正が必要なはずなんですけども、まあ、2失点目期した後もなかなか修正することができずにまあ3失点してしまうというので、これやっぱ僕は悪役というのが僕はね正しい方かなというのはありますけどもね、こうなかなか2点取れてしまうとね、最後まで失点がついてしまってとか、ね、そこ修正することができない。まあ、今回ハーフタイムに多分うまいこと修正することができたと思うんで、まあ、後半は無失点に抑えることができたんですけど、これずーずーいってしまう、本当ずー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 いってしまって、ね、3失点は3失点大量失点に入ってしまうんで、まあ、3失点してしまったこれは結構改善点かなというのはありますね。やっぱあの鹿島戦で得た教訓、ね、やっぱ最後まで集中しないといけないっていうのと、やっぱこれやっぱりこう点取れてしまってもそこから悪い流れというのはしっかり断ち切って、ね、切り替えていかないといけないという鹿島戦の教訓というのはあんまりこの試合生かされなかったのかなというのが、まあ、あるんで、まあ、ある意味自分たちで苦しくしてしまった展開かなというのは、率直な感想でありますけれどもね。でオフェンス面で、まあ、ファーストライン越えるがなかなか、難しかったですね。まあ、このファーストライン、まあ、相手のフォワードのところですけれどもね、そこを越えることがなかなか難しかったんですけど、このファーストラインを越えてその後も前を向くことができればそこから一気にはチャンスを迎えることができたので、そこからトスらしさが出たと思いますし、そこから手数少なくですね、攻め切るしもあったんで、これやっぱ評価点にはなってきます。そのところ
ファーストラインなかなかね越えるのが難しかったんですけど、越えたらしっかりチャンス、作ることができていたんで、そこはまあ良かったんじゃないかと思いますけどもね。逆にねジュビロもこれ良かったんですね。ジュビロやったも、自分たちでボール運びながらビルドアップですね、最後尾でビルドアップしながらファーストライン越えたら一気にそこからスピードアップして、まあ本当ねオーストのサイズですね、まあ左でボール作って右で崩していく、そういうイメージであったと思いますけどもね、まあ左で作って右で崩すイメージがあったと思うんですけど、このビルドアップ本当トスのファーストラインを越えた後はそこから一気に、スピードアップして攻め込むことができたんで、これジュビロ岩田も正直あっぱれっちゅう感じがしている。本当お互いこれファーストラインを越えた後の攻防というのは結構見応えがあったんじゃないかと思いますけどもね。はい、そして後半ですね、まあ、後半まあ人を変えて勝負に出るということで、まあ、そこやっぱり本田風地入れたりとかね、選手入れ替えてまあチャンスを作っていこうというのがあったんで、まあ、実際は確かに得点も生まれています。まあ、宮代大成が決めて得点も生まれているんですけれどもね、なかなかまあそこから続かなかった。それこそまあ逆にジュビロ岩田のようにまあ1点取った後2点目すぐ取ればよかったんですけれども、それがなかなかうまくいかずにということでございますね。まあ、本当やっぱりこうジュビロ岩田のこう5バック、後ろ5枚をなかなか崩すのは難しいんで、まあ、正面突破を狙うよりも左右に揺さぶりながら相手のこうラインからのズレを生むこと、そこを狙いにやっていると思うんですけども、そこでまあなかなか2点目が決めることができるということで、まあ、結果1対3で敗るという話でございますね。なのでまあ前半の悪いところをですね、まあ、失点してしまってそこから立て直すことはできなかったという状況をなんとか変えることはできた。まあ、後半は無失点で終わることができた、そこは評価点であるんですけど、ちょっとやっぱりね不安は残りますね。研修ではあるんだけどなかなかうまくいかなくなるとそこで修正することができない、守備の修正というのがなかなかピッチ内で行われることができないというような、これやっぱり今後不安な、ね、要素になってくるんで、これは早急に解決してほしいと思っているわけでございますけどもね。はい、ということで今回は以上になりますね。以上パルプンテージルサッカーチャンネルの包んでよかチャンネルでございます。さら喜ぶよ。